神山ダムは、富山県富山市、一級河川、神通川、水系神通川に建設されたダム。高さ15.5メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、神通川第三発電所及び、神通川第三砂岩発電所に送水し、合計最大16,500キロワットの電力を、発生する。 1954年、北陸電力は、神通橋において、神通川第一発電所の運転を開始した。かつて、日本発送電が、寺津発電所として着工し、中断されていたものを継承し、完成させたものである。神通川第一発電所は、上一ダムより取水し、電気が多く消費される、時間帯に集中して発電する、ピーク運用がなされるため、 出力変動に伴い使用水量が増減することから発電所の下流では河川水位の変動を催す。これは利水やレジャーなど人々の河川利用に悪影響を及ぼしかねないことから流量を平均化するための逆調整地として神にダムの建設が計画された。神通川第一発電所からの放水を神にダムで一時的に貯留し、 ダム直下の神通川第二発電所を通じて、常時一定量の水を下流に放流するのである。神通川第一、第二発電所の建設が進む中、新たに神三ダムの建設が計画された。神二ダムからさらに 4km 下流に建設するものであり、神二ダムに代わって逆調整の目的を担う。これにより、神通川第二発電所は、 神通川第一発電所と連携したピーク運用が可能になった。神山ダムは両岸に発電所を設け、右岸側を神通川第三発電所、左岸側を神通川第三左岸発電所という。右岸発電所はダム直下に位置し、ダム右岸側より最大110リッター片メートル毎秒の水を取り入れ、最大9400キロワットの電力を発生するもので、 1954年2月に着工し、1955年1月に完成した。一方、砂岩発電所はダムから1 8トル下流に位置し、ダム砂岩側より最大52.3立方メートル毎秒の水を取り入れ、最大7 1 0 0ットの電力を発生するもので、1955年4月に着工し、 1956年1月に完成した。当初は、両発電所ともダム直下に建設する予定であったが、左岸発電所についてはダムから距離を置くことで落差を稼ぎ、使用水量が、右岸発電所の半分という弱点を補っている。北陸自動車道、富山インターチェンジから国道41号南下、神津川に架か,かる新佐,佐津橋を右折し、 富山県道25号都並細入線を進むと、上山ダムの左岸側に出る。また、新笹津橋の手前で右折し、JR 高山本線、笹津駅西側へと抜けると、上山ダムの右岸側に出る。付近には、春日温泉があり、ユートリア、エッチュリバーリトリーと宮城ラクトモといった、保養施設がある。温泉が発見されたのは、大正時代のことで、 夢に現れたふつのお告げが温泉の発見につながったと言われている。ありがとうございます。